次回の更新は7月1日月曜日です。次回の番組内容をお伝えします。街の出来事では市内で行われたイベントの模様をお伝えします。前橋町が市政について語るテレビ版市長コラム、次回は津市の空き家対策その後をお送りします。市政ガイドでは危機管理課から津南防災コミュニティセンターと防災情報の警戒レベルについてをお送りします。定例記者会見での市長からの発表をお送りします。続いてミニ情報のコーナーです。今回は6月1日現在の住民登録数をお伝えします。世帯数は126,196 世帯で、前月より126世帯増加しました。人口は278,588 人で、うち男性が135,490 人、女性が143,098 人で、前月より全体で10人減少しました。美杉の自然あふれる景色を楽しみながら、夏を乗り切る体力づくりをしませんか？自然に囲まれた道を歩き、心身を癒すことを目的とした森林セラピーイベント、暑さに負けない高塚山ウォークが開かれます。日時は7月14日日曜日の午前9時30分からです。集合場所は君ヶ野ダム展望広場近くのレイクサイド君ヶ野で、午前9時から受付します。募集人数は50人、応募締め切りは7月5日金曜日です。参加料は1500円で、昼食代、保険料が含まれます。お申し込みは美杉総合支所地域振興課、電話059-272-8082へご連絡ください。この後は市役所からのお知らせをお伝えし、続いて霞が関からお知らせしますをお送りします。今回はマイホームの購入を応援、消費税率引き上げの影響を緩和する住宅取得支援策と、身近な方の注意も大切、高齢者の事故防止をお送りします。次回も津市行政情報番組まるっとつガイドをぜひご覧ください。